はい、おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望新生 with パワーアップキット、今回は11月7日にアップデートが入りましたバージョン 1.1.2 の中から新しい政策をご紹介していきたいと思いますと、6つですね、新しい新政策が登場いたしました。こちらは大名家固有の政策となっておりますと。それでは早速行ってみましょう。はい、それではまず一つ目、波岡家の新政策から見ていきましょう。東北の大名ですね。こちら、鎮守将軍の旗という感じになっておりますね。何何、部隊の行軍速度アップと。お金が100円、1500円、4000円。で、行軍速度が 25% アップ、50% アップ、75% アップか。これはめちゃくちゃ使えるんじゃねえか、これ。星さん4000円か。月々。これで行軍速度 75% アップはだいぶいけてると思いますね。もちろん腰病老のね、節約にも一役買いますし、まあ、小競り合いでね、軍を取ったり取られたりするときとかも 75% とか行軍速度あったら役立ちますし、あと援軍か、いや間に合わねえとかいうところでこの政策持ってると悠々間に合っちゃうみたいな援軍がね、とか、これ使いどころ満載ですね。波岡さんいい政策もらいましたねこれ。まあ東北の大名でプレイするときはこの鎮守将軍の旗、まあ波岡家の方々誰かひっ捕らえて奉行にするのはいかがでしょうか。これは強い。いや誰持ってんだこれ。はい、こんな感じですね、持ってる人 1,2,3,4,5,6,7 人か。なるほど、川原さん波岡北畑家の家臣と出るんだ。ほうほうほう。あとは波岡一族の皆さんですね。ただこれを見る限り、うん、古い世代から新しい世代まで波岡家の人たちっているんで、まあ、どのシナリオで始めても東北であればゲットする可能性は高そうですね。なるほど、これは使いやすい。うん、いけてる。それでは次行ってみましょう。はい、次は波岡さんちのお隣南部家の新しい政策ですね。ちょっと見てみましょうか。はい、こちら満月の意向ということでございますね。内容はと申しますと、敵に与える同様の期間プラス何パーって感じですね。100円1000円2000円、これはちょっとお安いですね。100円入れると同様の期間プラス40%、星2で 70%、 星3で 100% か。今まで90日だった同様が180日、180日の同様360日とか1年とかじゃねえかこれ。やばいなこれ。これ地帯戦闘やるときめちゃくちゃ使えますね。なるほど、しかもお安いのが結構使いやすいかなって感じ。うん、まあ、これもまたまた東北という感じですね。持ってる武将たちがこちらですね。結構持ってますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,15人ですね。まあ南部家の皆様持ってるのは当然として、結構南部家の重心も持ってますね。なるほど。南部家滅ぼして、まあ家臣に加えるとき、まあこのうち誰かは手に入るでしょうっていう感じになっておりますね。なので、先ほどの波岡さんちよりは、手に入れやすそうですね。うん、なるほど、このまま使える。それでは次、はい、じゃあ今度はね、東北から中部に移りまして美濃の斉藤家ですね。斉藤堂さんとか、ここには新しい政策が加わりました。まあどんな感じでしょうか。こちらですね、一文銭商法方法、効果が家宝購入の価格が下がる。なるほど。で、星2になると家宝購入価格が下がり、さらに売れ切れの時翌月即入荷。ほうほうほう。いつもはね、季節ごとでしたね。それが毎月になると。で、全集落掌握中の軍の商業プラス100、これ美味しいな。これ強えな。なるほど。で、星36000円になりますが、家宝が半額で、売り切れ時即日、あ、翌月入荷は変わらず、全集落掌握中の軍の商業プラス200か。家宝買い漁りたい人はこれいいですね。しかもおまけで軍の商業プラス200か。このおまけもなかなか美味しいな。で、これ持ってる武将は誰だろうね。はい、こちら。機長、達沖、堂さん、吉達、4人しか持ってないのか。4人しか持ってない。しかもね、寿命が結構早めなので、
貴重ぐらいか、1612年まで生きるのは。なるほど。貴重もね、信長の嫁さんだから、織田家で始めないとなかなか厳しいね。うん。年代が後半のシナリオではなかなかこの制作はゲットしづらいかなというところですね。まあ内容も内容だから、ネタ制作か、これは。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、次は機内の三好家ですね。三好ファンの方々お待たせしましたって感じじゃないですか。ちょっと、三好家なんかね、もともと固有制作あってもよかったけど、なかなかもらえなかった。で、制作は、天下人の体験。一門が城主の時、城能力プラスいくらか。で、1000円、2000円、6000円。で、星2だと、一門が城主の時、城能力プラス3。一門が軍団長の時、軍団の全城能力プラス2。なるほど。これが星3になると、一門が城主の時、城能力プラス5。で、軍団長の時、全城能力プラス4と。なるほど、面白いね。一門衆か。これ、大名家によってはなかなか難しい大名もいれば、一門衆で固められた大名だと、この恩恵、だいぶ大きく受けられる感じですかね。で、これ持ってる武将は？はい、こんな感じですね。結構います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。14人持ってますね。なかなか多い。あたぎさん持ってて、戸郷さんも持ってると。まあまあ、三好の一門衆の方々ですかね。持ってるの。まあ、三好家滅ぼせば誰か来るかなっていう感じなので、うん、手に入れやすいんではないでしょうか。婚姻で側室持って子供産みまくってそれに城を与えまくれば恩恵がでかいかな。はい、それでは次行きましょう。はい、次は中国地方に参りまして、天子家の進化祭ですね。天子家はなんだ？こちら、八国守護の地でいいのかな？うん。すべての城を統治する国の城能力プラス1、役職数分、部隊攻撃防御プラス2、上限4。これが100円、2000円、6000円と。で、星3になると、すべての城を統治する国の城能力がプラス2。で、役職数分、部隊攻撃防御プラス2。最大16という感じですね。役職数分か。なるほど。はい、こちらですね、役職。はい、関東管領とか、管領とか、九州短大とか、あとは、奉公衆とか、この辺の、あとは守護職ですね。これですね、これ。将軍家に親善を送ってもらえるやつですね、これ。これの数分ね。なるほど。これなかなか大変だな。天子家を選んでやるときは、これだいぶ恩恵を受けられるって感じか。あ、天子こんな持ってんだ。すげえな。今川も駿河仕事、遠江氏も持ってるね。なるほど。面白い。これ間違ってもね、官職じゃありません。この官職の方じゃないですね。朝廷に親善を送ってもらえるやつじゃないです。将軍家滅んだらどうなるんだっけ？これもらえないんだっけ？なので、期間限定だと思いますね、これ。うん。強いですね。ここのね、1553年4月から始まるシナリオを出すと、天子家、8つ役職持ってました。ということは、いきなりね、最大16の恩恵を受けられるっていうことか。なるほどね。まあ、いきなりこの星3にすることはできないですけども。なるほどね。これは強いな。うん。今までね、役職、そんなもらってもへえ、みたいな感じでしたけども。この政策を持っていたら、積極的に将軍家に親善やって、役職たくさんもらうってのはありですね。なるほど。この政策を持ってるのは誰ぞやった感じなんですけども。はい、こちらですね。まあ、天子家の人々ですね。なるほど、なるほど。ただね、天子一族って、あれなんだよね。あんまり後半のシナリオ出てこないんだよね。勝久ぐらいか？これが、没年1578年か。なのでね、後半のシナリオで遊ぶ場合は、なかなかちょっと手に入れづらいかなっていう感じですね。加藤さんもそんな生きないよね。うん、1578年だから。本能寺の辺まで行けないですね。なるほどね。まあ、前半のシナリオやる分には、うん、いけてますね。なるほど。それでは次、最後ですね。はい。それでは九州に移動しまして、龍蔵寺ですね。龍蔵寺の皆様も新しい制作をもらいましたよと。猛遊の意という新制作ですね。うん。さすがに、熊さんって呼ばれてましたからね。
熊系の人生策ですね。なるほど。内容を見ていきましょう。100円、2000円、6000円。この辺は他の新政策と変わんないかな、あんまり。進行先勢力の動揺条文、攻撃プラス3。で、星1、星2、星3で、最大が9、18、30。これは、ピーキーな、とんがってる政策ですね。面白い。動揺条文っていうことは、まあ、合戦とか、まあ、マップ戦闘をやって、敵軍を殲滅させます。で、その敵部隊殲滅したら、その出陣元の城は動揺状態になると。まあ、それが一つで攻撃力プラス3か。なるほどね。ということは、星3にすれば、10部隊倒せば、最大攻撃力がプラス30になるってことか。ただ、使いどころ難しいな、これ。敵の部隊ぶっ飛ばして動揺状態になります。で、攻撃力上がります。さあ、その後、倒す相手は残ってるのか、これ。城10個も動揺状態にしたら、ほとんど敵軍いないぞ、これ。なるほど。まあでも、後半のシナリオだったら結構猛威を振るんじゃないか？うん。城をね、20、30持ってる相手と戦うときに、10部隊倒して、で、残りの部隊と戦うときに攻撃力プラス30はな強いね、これ。なるほどね。しかも、これ、南部さんとの政策と相性がいいですね。南部さんの政策、さっきご紹介した、動揺期間が伸びるやつですね。うん。あれと相性いい。まあ、あれは、東北でこっちは九州だからね、なかなかこの政策を揃えるのは難しいかもしれませんが、うん。まあ、後半戦になれば手に入れられる可能性もあるかな。うん。で、この新政策持ってる武将は、はい、こちらと。まあ、竜蔵寺家の御方々、まあ、竜蔵寺家もね、後半生きてる人、あ、いるか。竜蔵寺家春。ああ、いるね。なるほど。ということは、竜蔵寺家のこの新政策、まあ、どのシナリオでも、まあ、手に入れることはできそうかなって感じ。まあ、九州だからね。九州、中国、四国地方の大名で始めるとって感じかな。うん。はい。それではね、あとおまけ。まあ、今回のアップデで、もともとある2つの大名家固有の政策に、情報修正が入りました。そちらを見ていきましょう。まず一つ目はこちら、徳川家の政策ですね。こちらがですね、防御力アップ系でしたよね。大名出陣中全部隊の防御力プラスってやつでしたね。これが6、9、12で、臨戦時攻撃と防御がプラス2、3、4という形になっております。これね、ごめんね、あのアップデ前の数字僕覚えてなかったわ。記録してなかったからどんくらい上がったかちょっと分かんないんだけども、まあこれが強化されましたよという感じですね。でもう一つ、はい、こちら佐竹さんの政策も情報修正が入りました。はい、こちらですね、こちら味方勢力1ごとに部隊能力プラスってやつでしたね。これ大丈夫です、あの記録してました。今までは、部隊能力プラス2でしたね。それが3になってる。まあ、それに伴って最大値もアップしてますね。まあ、今、6、9、15になってますけど、今までは4、6、10でしたね。なんで、星3にしても最大プラス10だったんですけど、それが15になってるってことは、だいぶ、すごい強化になりましたね、これ。はい。ということで以上でございます。新しい政策6つ。あと、強化が入った固有政策2つ、ご紹介させていただきました。うん、面白いね。竜蔵寺と南部さんのは面白いな。あと、波岡家のあの政策はぜひとも手に入れたい、あれは。強い。行軍速度アップはいいね。まあ、東北地方、結構移動距離が長いから、まあ、行軍速度がアップするっていう政策にしたんですかね、これ。今まではね、ただ単純に、都市兵糧の日数を増やす政策とか、建物とか建てたりして対応してましたけども、まあ、波岡家のこの行軍速度アップ、の新政策使えばそれと相まってさらに長距離の行軍が可能になりそうですね、これ。はい。他にもね、アップデートの内容あるんですけども、また別動画でご紹介できればなと思います。今回はアップデートの中の新しい施策にフォーカスしてみましたよというところでございます。はい。じゃあ今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。